にちは。こんにちは。こんにちは。ジョーさん、はい、女子プロ野球が大変です。なあ。はい。記事見たけど。見ました。ああ。ちょっと消滅も切ってた。火という、かなり。これコメントでね、いただいたんですね。いただいてて、野球が何であれ消滅するっていうのは嫌だよね。まあちょっといい、あんまりいい気がしないですよね。まあ例えばよ、はい、オリンピックでさ、野球ソフトが外されたって、はい、やっぱり日本中の野球ファンって落胆するわけじゃない、はい、で来年のオリンピックではまた復活っていうけど、うん、次の開催からまた外されるわけでしょ。そうですね、予定はすぐですね。そうだよね、毎回出てきます。で日本でやっぱ女子プロ野球、はい、画期的だったけど、うん、まあ、一つの提案としてしたらさ、はい、プロ野球の前座試合みたいな感じで、うん、ああ、なるほどね、やればいいのかなって俺は思うけど、ね、いい確かにありそう、いいかもしれないですね、それは、うん、で、まあ、もちろん練習はできないよね、その球場では、はいはい、だけど、まあ、例えば神宮とかだったらさ、六大学とかやってる時とか、はい、雨天練習場で練習をやって、まあ、外の、はい、あの軟式のね球場も使って、まあ、ノック受けたりだとかさ、はい、バッティングはあの屋内でやったりとかしてるわけだね、はい、やっぱこう助けてあげるにはさ、うん、もうそういう前座試合でこうやらしてあげるとか、うん、まあ、そういう風にするとちょっと早く行って女子プロ野球も応援してあげようかなっていうようなファンっていると思うんだよ、うん、だから単体でこう一生懸命やろうと思っても、はい、やっぱりそこまでレベルは高くはないよね。確かにね、やっぱ野球の危機っていうことを考えるとさ、はい、やっぱそうやって手を差し伸べてあげてもいいんじゃないかって俺は思うけどね。で野球の好きな女子だっているわけだから、うん、だから少年野球っていう風に歌ってるけど女子も入ってたりとかするわけじゃない。しますね。でも中学高校になってくると閉ざされていくわけじゃない、はい、やりたくてもできないっていう環境じゃなくて受け皿がないとさ夢がないよ。だから、まあ、そこら辺はなんかプロ野球とか、はい、なんかその傘下のチームに入るとか、あーなるほどな、そうですね、確かに、を入れてあげて、はい、前座試合でずっとそのシーズンを戦っていくとかさ、うん、まあ、持ち回りでそんなにチーム数も多いわけじゃないわけでしょ、うん、はい、今日はここ今日はここっつってさ、まあ、受け持って、はい、いろいろ試合をやっていくという、うん、まあ、そういうふうに、まあ、大体雨天練習場は持ってるからね、その日だけは、まあ、プロ野球の方に迷惑がかけるかもわからないけども、その日だけは室内で練習をし前座試合を やらしてあげるとか、でそれも告知しといて、はい、早めに応援に来てねみたいなことを言っとけば今より収益が上がったりだとかするかなと思うけどね。そうですね、まあ、いろんなハードル問題があるんだろうけど、はい、だからそこら辺はなんか消滅から救ってあげてほしいよね。いやー本当に応援します。確かに俺ができることがあれば。おお、そうですね、なんかやってあげたいと思うけど、例えばこの YouTube チャンネルで、はい、放送してもいいよ別に。あ、なんか言ってそうですね。あ、ありっすね。全然ありです。いや言ってもいいし、チャンネル登録してる方に協力をいただいて、はい、なんか応援に来てくれるもらうとか、確かに盛り上げてあげるとか、うん、なんか手を差し伸べてあげたいよね。そうっすね、まあ夢を捨てず、はい、ちょっと、うん、頑張ってほしいなと思うね。確かに、はい、選手かなんか呼びたいですよね、うん、なんかそうだね、選手の声みたいなところも。あ、そうだね、はい、僕いるんですよ、奄美大島のこう女子野球知ってんの、知り合い、知り合い、でも知り合いです。連絡つくの、多分何とかしたら普通につきます。日本代表のエースの子、今奄美の、じゃあ俺を車で迎えに行ったらいいですか。行きたいですね、それは。いや、ほんとに、生の声もね、ちょっと聞いてみたいね。聞いてみたいですね、なんかちょっとなんか探してみます、ちょっとね、はい、はい、まあ、夢を捨てず、はい、ね、まあ、頑張ってほしいと思います。いや、ほんとに、いや、ほんと絶対応援してますよ、このチャンネルでね、できることがあれば、うん、なんかね、はい、頑張ってください、頑張ってください。